な先生たちの素晴らしい顔で上高校行けるんだよ、うん、それを皆さん忘れないこと、はいはい、なんです私にそんなことしたらいけない、私はあなたじゃないよ、あそうですね、私は小さい時からカメラを本当にあそれで避けてたんですかさっきから、だけど皆様は本当に嘘じゃない、これ以上大切なことない、この地上にいる時もその方より私たちが生きておられる、でも分かったよ、私たちのこれからの幸せもどんなこともその方が導いてくださるからよ、ぜひ聖書見てください、あのダンスがね、ローマ商人まだ道中教じゃないんですよ、キリスト教の聖書だよ、キリスト教の聖書、これだけだよ、私お寺に入って生活したものだからこういうようにはっきり言える、あんまり多分ね誰も興味ないからいいですよ、これでも興味はないかもわからない、でも先生もいつかこの世の中から去っていかなければ、また連絡しますじゃん、そこにいたら行ったらもう行ったら遅い、その時はもう遅い、私たちがここからイエス様を受け入れ信じたら神の子になるから、子供になるから神の国に入ることができる、そうなんです、だけどそこに行かなければ、今火山の火より熱いところでどんなに私を助けて私をちょっと貸してどんでもない、出てくることもできない、お湯に会うこともできない、地獄は嘘じゃないんだよ、こんな大切なことないんだよ、みんな言うけど私もこういうふうにしたくない、私も食べ物好き、旅行が好き、私もそうしたい、だけどイエス様にこういう使命が与えてくださって、もう皆様に自分だけこっそり祈りして天国行けろと、それも普通なんです、皆様ぜひイエス様を出会って、この地上にいる時も私たちに知恵を与えてくださるんだよ、健康もその方によりあるんだよ、幸せもよ、祝福されます、皆様ぜひイエス様により祝福します、祝福を祝福されて、はい、これからすごいもの、すごいものになってください、はい、政治家になってください、もうそうだよ、そういうことも分かりました、じゃあ目指します、できるよ、できるよ、イエス様はできないことないんだよ、ありがとうございます、ありがとうございます、皆様ぜひよ、めっちゃパワフルやん、あの左手の手袋取ったらやらせよ、確かに